同時旅館なお厳しく吐く息の白さに耐えながら春の訪れを心待ちにしている今日この頃、私たち290名はこの奈良育英高等学校を卒業いたします。本日はご多忙の中ご来賓の皆様のご臨席を賜り、私たち卒業生のために盛大な式を挙行していただき、また皆様から温かなご祝状を賜り、卒業生を代表し高い心からではございますが厚く御礼申し上げます。この奈良育英高等学校で過ごした3年間を振り返ってみますと、たくさんの楽しかったことが思い出されます。3年前の春、真新しい制服に照れながらも少し大人になれた気がした入学式、大きな不安の中で見たクラス分け発表では、知らない人のお名前がたくさんありました。しかし今こんなにも多くの人と友達になれたことをとても幸せに感じます。高校1年生で初めて友達と一緒に泊まった宿泊研修では、時間を守ることの大切さと仲間と協力して団体行動を心がける意義を教わりました。クラスメイト全員で作り上げた団体行動や全員で大声を出して提唱した効果、何もかもが新鮮で緊張気味だった雰囲気からみんなが笑顔に変わっていきました。この研修のおかげで互いのよそよそしさがなくなり、一気に近い存在となりました。私はこの時最高の先生、最高の親友、最高のグループと出会い、高校生活がスタートしました。2年生の認証祭ではダンスを発表しました。私自身が特に頑張ったのは生徒会活動と部活
動でした。生徒会長と首相としての1年はそれぞれ責任の重さ、全校生徒やチームを引っ張ることの大切さについて考えさせられるものでした。私は生徒会長になる前にチャレンジ精神を忘れないと公約で述べました。この公約通り積極的に校則改善に努めたこと、深く運営が驚くほどにスムーズに進行を遂げたことは私の誇りであります。私たちを今まで後押ししていただいた沼田校長先生、生徒指導部長の桜井先生、生徒会顧問の広岡先生、ありがとうございました。生徒一人一人にとっていい模範になれたかと言われますと、不十分で至らない点が多々あったかと思います。しかし、こんな私を今まで教授していただき感謝の気持ちで胸がいっぱいです。また、私たちがこうして成長できたのは先生方の存在があったからです。時に厳しく、時に優しく、陰で私たちを支えてくださった先生方、自分自身のことなのに諦めたり投げ出しそうになる私たちを深く信じてくださいました。試合の前には必ず声をかけてくださった先生、弱音を吐き後ろ向きになりそうになった時はすぐに気づいて強く背中を押してくださいました。叱られたこともあります。素直になれず反発したこともあります。期待に応えられず悔し涙を流し、かけられた期待の大きさを恨んだことさえあります。それなのに失敗して途方に暮れ、立ちすくんだ時に探すのはいつも先生の姿でした。先生方は私たちの日中上でした。またジムの方、用務員の方、警備員の方、その他多くの方々にサポートしていただいたおかげで、私たちは安心して快適な学校生活を送ることができました。今はまだ与えられた愛情に応える言葉が見当たりません。さて、私は後輩である在校生たちに伝えたいことがあります。この奈良育英の伝統を閉ざすことなく、新たに入学してくる後輩たちへバトンをつないでください。また私たちが掴み取った権利を保ち、高校生としての義務を果たしつつ、今まで以上の自由と権利を自分たちの手で掴んでくれることを私たちは期待しています。私たち以上に皆さんが本校で活躍し、この学校をより発展させていくことを奈良育英高等学校の卒業生として楽しみにしています。それからこの高校で出会った大切な友人たちがいます。自分一人で答えを出せないことが多々ありました。その都度手を差し伸べてくれたのは仲間でした。それぞれの分野で夢を追いかける姿がとても眩しくて、私の憧れで自慢の仲間たちです。国をまたいで活躍することを心出す仲間だっています。共に悩み励まし合い、時には叱ってくれ、私が落ち込んでいる時何気なく声をかけてくれたみんなに幾度となく助けられました。長い歴史の流れの中の
今この瞬間、広い宇宙のこの一点で出会うことができた奇跡に、私たちの縁というものを感じずにはいられません。私たちは本当に縁に恵まれてきました。くだらないことでお腹が痛くなるまで笑い合ったり、苦しい時に寄り添ってくれたり、みんながいてくれたからここまで頑張ることができました。また明日そう言えることがこんなにも幸せなんだと教えてくれたのはみんなです。その当たり前の明日がもう来ないと思うと非常に悲しく思います。うちでは学校に行くのが面倒だと言いながらも、本当は学校に行くのが楽しみで楽しくてたまりませんでした。何気ない出来事で友達と過ごす時間は何者にも代え難い思い出です。3年生290名は私の誇りです。本当にありがとう。そして皆さん、今こうしてこの日を迎えられているのは紛れもなく家族のおかげです。この卒業という節目に感謝の気持ちを伝えてほしいと思います。私たちは高校生活で学んだこと、経験したこと、今までの大切な思い出を財産として胸に刻み、未来に向かって力強く進んでいきます。最後になりましたが、皆様のご健康とさらなるご活躍をお祈りし、奈良育英高等学校のますますのご発展を記念いたしまして登場させていただきます。令和2年2月15日、卒業生代表吉川英樹。